はいどうも皆さん、キャシーと申します。ハッピーズハンブルバーガーファーム続きやっていきたいと思います。前回はなんだ、何の音だ。前回は自分の家の中のなんか隠し部屋に入って、そこでキーパッドを生成することができました。キーパッドハッカーか、キーパッドハッカーを生成することができまして、それで、アパートの中の一室に入ってきたところでございますと。では探索していきましょう。これはあれだよね、なんだっけ、主人公の部屋のさ、ここにあった雑誌の登場キャラクターだよね、これ。それのハリボテがある。これは何だろう。フラワーフォー、いや、僕はセオドア・オリバー・エマーソン。友達からトーと呼ばれている。あ、小さい頃から大嫌いな穴だったよ。だからここに来たんだ。けど、今となってはみんなにまたトーと呼ばれたいよ。え？やっぱりここ、そうだよね。塔の部屋だよね。塔の部屋なんだけど、でも今まで会ってたのはやっぱり塔じゃないのかな。だって明らかに顔おかしいし喋ってないもんね。今のがもしかしたら本当の塔なのかもしれないね。やっぱりここは塔の部屋なんだな。あ、これなんか止められるわ。オブスキュラ。オブスキュラってなんか、頭だけのやつとの会話の中に出てきたよね。なんだ？まあいいや。とりあえず調べていこう。ここはやっぱり塔の家の中、部屋の中みたいだね。あ、これ、食べると早くなるやつ。ポテトとかあるけど。あ、食えはしないんだね。あれ？あ、フィギュア。これも食べれば早くなるのかな。あー、なんか食べ物がたくさんあるね。あ、これ収集要素のやつ、多分。フィギュアがたくさん並んでいるけれど、まあ、一旦置きっぱなしにしようか。これとかも。これだけ持ってっとく？まあいいや、一旦いいや。とりあえずアイテムがたくさんある。あー、腐ってる。腐ったパテがたくさんあって、これ全部腐ってるけど、これだけ生きてるっぽいな。これだけ普通に食べられそうな缶だね。あとは全部腐ってる。これ飲んだら腹壊したからね。それ覚えてる。とりあえずアイテムがいくつかある。で、ポテトでしょ？うん。部屋の構造は主人公の部屋と一緒だね。で、あ、コインがある。バーガートークン。このアニメかなんかのファンだったっていうことなのかな、これ。多分。で、そうだよね。なんか、化け物化した奴らも、そう、いるじゃん。死んでる？これ。これ死んでんのかな？生きてるよね。外にいたはずなんだけど、中にいるね。でもそうそうそう、この塔がさ、ハエがたかってたのが気になってたんだよね。やっぱり死んでんのかな。とりあえずバーガーコインは手に入れた。ここは？何の音？気のせいか。この部屋。なんだこれ。ハッピーだよね。裏とかには特にない。ここで誰か寝てたのか？なんで看板がこんなとこに置かれてるんだろう。あれ？あ、これあれか。トイレか。トイレの穴ってことかな？でもトイレそこにあんじゃん。この穴はなんだ？気にしてもしょうがないか。まあ、とりあえず、バーガーコインがあっただけってことでいいのかな。フィギュアとかもいろいろ並んでるけど。まあ、一旦塔のもんだからね。置いていこうか。他にはないよね。こっから外も出られなさそうだし。OK、じゃあ出よう。やっぱりここ塔の部屋だったんだね。
あ？あれ？あ、こう出てきたのか。そうだよね。え、でもいるじゃん、やっぱりこっちに。え？中にもいるし、こっちにもいるんだけど。で、こっちの塔はハエがたかってんのか。やっぱり中にいる塔が本物ってことかな。やっぱりこれ、塔図ルームだよね。塔ってつま先って意味だけど、顎が尖ってるからか。顎が尖ってるから、塔っていうあだ名が付けられてたってことなのかな。で、それを気に入っていなかったんだけど、今では、そう呼ばれたいよっていう。なるほどね。で、もっと作りたいんだけど、ここの基板が、あ、あるわ。復帰してる。何回でも復帰する無限アイテムっぽいね。あれかな？マップ移動すれば復活する感じかな？もしかして。じゃあ、また作って、金はたくさんあるから、よっ。よいしょ。これ取って、これ、寝ないでどれぐらい活動できるんだろうね。無限に活動できるのかな？では、ここで、ぽいぽい。OK。で、ナンバーのやつを、キーパッドハッカー。ちょっともう一回、お隣さんやってみようか。お隣さん、俺、やり方を間違えたから爆発しちゃったっていうだけなのかもしんないから。よいしょ。これで、緑を押していけばいいんだよね、多分。つまり、ここの番号が、2番、2292。あ、そうだよね。で、間違えると爆発しよう。あれ？電話？違う。中か。え？なんだこれ？え？え？どうなってんの？ 2 階がない。2階がなくって1階だ。1階に置いてきた。で、バーガーコインがあって、バーガーコインじゃない、バーガートークンか。リュックリュック、え、なんか実績でさ、リュックっていう、あ、ここにあったリュックなくなってる。あ、これでたくさん持てるようになったってことなのかな、もしかして。ザ・ネバー、ケイムバック。あ、牛のマーク、なんか文字書かれてたっぽいな。メッセージが書かれてたっぽいんだけど、なんか消えちゃってるね。電話はどこで鳴ってんだ。でもなんか留守電みたいのがずっと鳴ってるっぽいから、一旦気にしないで調べてってみようか。怖え怖え。ここは何もない。上の部屋も当然何もない。ここ。いや、でも何もねえな。この部屋も何もない。電話の音はどっから聞こえてるんだ？ここではないのかな？じゃあ。上も行けないしね。てか上から行こうとしたんだけどなかったからこうなったんだもんね。まあいいや。じゃあここ鍵かかってたのはこれで開ければ出れるようになるってことだよね。あー。で、こっちはまだ開かないんだけど、同じ構造か？この上って主人公の部屋だよね。電話はどこで鳴ってんだ？で、こっちは、キーパッドがないから入れない。なるほどな。じゃあ、ここはもう行ったし、こっちも行った。あれ？ここのキーパッドがなくなってる。あ、でももう入れんのか。ごめんごめん。まあいいや。どうせこれで、また復活させないといけないからね。キーカードハッカーのレシピをどこで見つけた？ピートとの戦いを思い出して、このファブリケーターを使ってキーカードハッカーを作ってよ。ああ、これ前聞いたメッセージと一緒だな。
やっぱりいるんだよね。うん、やっぱりいいわ、する。あ、動いてる。生きてるじゃん。生きてる生きてる。死んでないぞ。寝返り打ってる。じゃあ、二人いるっていうわけじゃなくって、なのかな？単純にゲーム的な関連で中に入ると中で寝てるようになって、このメッセージ、一人で調理しようとするのはトーと仲良くやれって意味がよくわかんないんだよな、これ。まあいいや。これで、多分また復活してるんじゃないかな。あ、しまった、持ってきちゃえばよかったな。そうだね、あるあるある。オッケーオッケー。じゃあちょっともう一回買ってきます。オッケー、作りました。ではこれを持って今度どこ行こうか。あ、気になるのはやっぱりバーガーショップだよね。バーガーショップのところのキーパッド、あの部屋の中行ってみようか。よし、戻ってきました。なんでいるんだよお前帰ってただろ。じゃあこれをここに、よいしょっと。で、緑のところを押していく。7 7 7 7 0 1。 OK、 はい、開きました。これが、おい、俺のオフィスで何してるんだ？誰がここに入っていいと言った？聞いているのか？そうか、一方通行だったな。いいか、聞け。ノイズ音。これでもうあの男の声を聞く必要もない。ダラダラ喋ってうるさいんだよ。だいたいあれは誰だったんだ？きっと誰かが金を払って君を監視させていたんだ。僕が君の新しいツアーガイドだ。今回は当エアライン。あ、はい。なんちゃって、まあ僕が君ならそのレバーには触らないよ。僕が君ならね。レバーには触らない？あ、また収集要素。レバー。これも収集だよね。レバー何のこと言ってるんだ？これか。ワーニング。これが今のやつを指してんのかな？オブスキュラ。これもなんか出てきたよね、なんちゃらかんちゃらって。ここに書いてあるのがその説明なのかな？ちょっとわかんないけど。あ！アンドロイド。これがあそこで見つけたやつだよね。てかさっき喋ってたやつか。これなんだこれ。ああ、牛型のやつか。え、これ引いて大丈夫？僕なら引かないけどねって言ってたけど、そう言われてやりたくなっちゃうな。そう言われるとやりたくなっちゃうな。えい。なんだ？何が止まった？何が止まったんだろう。プシューって言ったけど。いや、わからん。この穴もよくわかってねえしな。わかんねえな。なんか止めちまったけど、俺失敗したか？なんか上に乗ってんな。まあ、いっか。一旦帰るか。これエンディング分岐につながってんのかな、もしかして。まあ、そもそもマルチエンディングなのかどうかも知らないけど。まあ、そうだったらそうだったで、またやり直せばいいか。よし、またキーパッドハッカーを入手したので、またどっか行きましょうか。ただもう、知ってる範囲内は全部行ってるよね。ここも行ったし、なんで？開けたやん。ここのキーパッドのところは全部行ったし、バーガーショップのところは1個しかなかったはず。なので、まだ行ってないところに行く必要があるということだね。なんか動いたな。ああ、じゃあどうしよっかな。左側のところも気になるけど、まず右側行こうか。以前こっちちょっと探索して途中で切り上げたよね。なのでちょっとここら辺ぐるっと回ってみようか。まあでもここら辺はざっくりは回ったんだよな。
こういう裏側とかそういうところはさすがに見てないけど。で、中を通って向こう側に行けたよね。向こう側行ってみようか。なんか向こう側墓地っぽいんだよな。まあ、とりあえず、行けばわかるか。うん、これいちいち出んの鬱陶しいな。ここも見たけど、特にアイテム、あ、電話がある。絶対繋がってないでしょ。うん。で、こっちは関係なかったし。で、裏側来ました。こっち、建物の中に入る前に、ちょっと、周囲をぐるっと回ってみようか。なんだ？ああ、なんだ？なんだこれ？なんだこれ？なんか、施錠されてんな。ちょっと待って、これ。いや、関係ない。シークレットエリア。この古い木を爆破させる必要がありそうです。また爆弾マークだね。この爆弾マークさ、あの、バーガーショップの、あの、冷蔵室あのとこにもあったよね。何かボムみたいなアイテムをどっかで入手することができて、それを使うことによってシークレットエリア、この先に行けるようになるってことか。シークレットエリアって書いてあるっていうことは、ストーリーには影響がないのかな？いや、調べらんないな。絶対これなんかあるでしょ。ちょっとこれ持ってると邪魔だな。これ持ってるとなんか、使ってみましょうってなんか出て、うまく調べらんない。これなんて書いてあるんだろうね。なんたら26、26歳ってことかな。これ多分全部墓だよね。あ、でも17とか書いてある。全部人の名前だね。名前違うわ。これ後で謎解きに使いそうな気配があるな。そう思いません？なんかここにあるさ、誰かの年齢がどうのこうのみたいな。これなんか死体埋まってそうな感じだけど。とりあえず、他には目星とかないから、さすがに全部は見て回ってないけど、一個一個の墓とかはね。あ、なんかある。ちょっとこれ邪魔だな、これ。これ持ってきたの失敗だな。なんかせっかく調べた情報が全部これに上書きされちゃうわ。調べるときは一旦どかさないとダメだ。あ、テープある。あ、AI ボンバーズ。AI ボンバーはカスタマーボットとアセットピーターのなんちゃら。おとなしい生物をピーターに食べさせるのが主な役割だが、攻撃的な状況を察すると自爆する。あー、はいはいはい、あいつか。どういった仕組みなのかわからない。だが、奴らが妙な動きをして叫び始めたら逃げた方がいい。あの全裸の奴らだね。はい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 、なるほど。あの豚と戦ってた時に、あの、たくさん湧いてる？たくさん湧いて自爆してったあいつらの話だね。あの、店にもよく出てくるあいつらだ。やっぱりちょっと細かく見ていかないと、テープとかは見逃しちゃうね、これ。うん、外には他にはなさそうかな。あとはこの建物内行こうか。一旦こいつ、ここに置いておいて、中入ってみよう。なんだここ。これも墓、墓っていうか霊園か。収集要素がある。収集要素ぐらいか、これ。いや、これ、後でやっぱりなんかありそうだな。この一個一個、左から何番目がどうのとかさ。特に他にはなさそうだね。うん。誰か人いるけど。まあいいや、じゃあここは関係なさそうなんで、撤退しましょう。魚？魚があった。あ、でも魚持ってっとくか。これ持ってれば、あの、いち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 、やかましくやられないで済むよね。こん中なんだ？なに？ニューエリシオンミュージアム。博物館的な？
うん、どうもこの駐車場には特に何もなさそう。やっぱりこっちの中だね。あれ？これ昼間しか空いてないのか、もしかして。あ、昼間しか空いてない説ある、もしかして。入れないもんね。でもどこが開くんだこれ。デンジャーキープアウト。あ、違うわ、閉鎖されてる。もともと入れないんだ。どうにかして後で入れるようになるタイプかな。ハッピーズハンブルバーガーファーム。ああ、ここでつながるのかな、もしかして、あの道と。なるほどね。向こうから見えてたあのトンネルの隣の道の先がここにつながってるんだ、多分。そういうことか。あ、バーガーコインじゃね、トークンか。トークン発見。駐車場のところをさまよってたらありましたね。あ、テープあったあった。ここ、うーん、取れないな。入るしかないか。 ACM オリジンズ。アセット制御モードは社員や被験者を取りにしてジョイをおびき寄せ捕獲するために作られた。だがジョイが被験者を脅かすためレストランの周囲に囲いが作られた。周囲は暗く赤くなる。従業員に避難を警告するアラームが鳴り響く。残念ながらこの方法はうまくいった試しがない。そして囲いは撤去された。アセット制御モードは停止された。そして皮肉にもジョイが機械を乗っ取り始めたのだ。今や制御モードは彼女の手に渡り従業員たちを恐怖に陥れている。従業員を脅し効率的に働かせているようだ。バーガーのところに囲いがあったけど今はなくなっている。で、もともとはそういう避難用のアラームのシステムが入っていたと。なるほどね。ここは入れない。ポイ捨て禁止。なんか店だね。お店の中に入りたいな。今入れたね。入れたけど、とりあえずぐるっと周囲見てからにしようかな。なんだこれ、この囲いは。何だろう、なんで囲ってるんだこれ。で、隣は病院なんだね。特に関係はないのかなこれ。よし、周囲の探索は完了したんで中入っていきましょうか。お邪魔します。バーかな。あ、ここでも買えるんだね。トリプル J のコーヒーショップ。コーヒーを飲んでスピードアップ。あー、なるほど。これはここでしか手に入らないんだ、このコーヒーは。で、スピードアップアイテムであると。コーヒーカップがある。あ、割れちゃった。ごめんなさい。割れるなんてあるんだね。あ、また収集要素かな。あ、ここにもあった。あれさ、収集要素じゃなくて金なのか、もしかして。今金増えた、もしかして。よく見てなかったんだけど、ここら辺は開かないかな。これトイレか。収集要素ではなくてあれは金だったのかもしれない。あ、ハンバーガーが。とりあえずあまり壊すのはちょっとなっていう感じだから、話しかけれはしないのね。どこ見てんだこの人。あと何、ここにいるさ女性は全員でかいの。何がとは言わないけど、みんな大きくないです。なんかみんな死んだ目して言ってないてかみんな同じ顔だな。男は全員同じ、女は女で全員同じみたいな。暖炉だ。これ、ここで焼ける？魚焼けんじゃないのこれ。焼けない魚を焼いてみたんだけど。そういうことではないのかな。あ、テープがあるじゃん。ポテトとかもあるけど。あ、電池発見。ラッキー、買わなくていいじゃん。あ、関係ないのね、やっぱり。なんかなるかなって思ったんだけど。まあ、いや、テープ取っちゃおうか。ジャジーズ・ジャバ・ジョイント。ここなら全部ある。生演奏とコーヒーだけだが。
コーヒーを飲めば目が覚める、1杯飲めば3倍の速さでバーガーファームのお客様にサービスできるんだ。シャーかよ。なるほど、ここのアイテムの説明用のテープみたいだね。とりあえずここにはそのカセットテープぐらいだね。他には特になさそう。別に何もねえな。オッケー、じゃあ行こう。電池が手に入っただけ。じゃあ次は病院かな。なんだ、あ、エネルギー、しまった。これは休まないと死んじゃうね。なんか手に入んないかな、病院だったら。あったあった、ほらなんかあるでしょ。眠れない、スリーパーライトをどうぞ。目覚ましが鳴るまでぐっすり出なければ全額返金、1回1錠厳守。あ、これしか買えない、もしかして。これしか、あー、ちょっと待って、なんかやべえもん手に入れたな。別にこれしか手に入んないってこと？睡眠薬だって。なんか後で影響しそうだな。まあ、いや、ちょっと待って。一旦帰ろう。オッケーで、シャワー浴びまーす。機械部品を持ってる状態でシャワーに浴びるという言語道断な行動だけど。危なかったー。この主人公、シャワー浴びるだけで無限に行動できるからな。とりあえずこれ使って、これも投入しておいて。でもまだ作る必要はないから、このままにしておこうか。これなんか怖えな、この睡眠薬。まあでも一応、なんか持っておかないと、めんどくせえから。ふら。毎回これ鍵閉まんのな。なんだこれ。コールバス。あ、これを使えば、いちいち走ってかなくてもバスで行けるんだ。あ、でも金使うんじゃない？もしかして。あ、そうっぽいね。ちょっと金消耗したかどうかはちょっとよくわかんないけど。あれで一発で行けるんだ。そういえば一番最初の時に言ってたよね。普段はなんかバスを使っててどうのこうのみたいな。そういうことか。まあ、これはこれで。目的地近くなるからいいかな。とりあえず病院内へ行こう。まあその前に、そうか、周辺探索。あ、そこはまた別の店だな。周辺は特になんもなさそうだね。では中を調べようか。でも中も、あ、収集要素がありましたぐらい。あ、奥行ける、奥あるじゃん。でこれもまあ買ったし、話しかけるなんていうゲートもできない。 OK、 じゃあここ行ってみようか。お、 OK、 開いた。さあ病院の中はどうなっている。あ、バーガートークンでした。なんだよ、ただのバーガートークンか。これだけの場所っぽいな。 OK、 じゃあここも OK で、あとはそっちだね。ここら辺の探索だね。この店は何だろう、やってないのか。あ、やってないわ。なんかカツラかなんかの店なんかな、よくわかんないけど、とりあえずやってない。これ夜だからかな、やっぱり入れない。やっぱり夜はやってないんかもしんない。昼間に来るしかないのかな。あ、でもそもそもそうだよね、夜しか行動してないじゃんね。な、異様ポンポン言ってるけど。未来の競馬？なんだこれ。運試しだって。コスト10。あー、かけるってこと？賭け事か。なるほど。デッドドッグって絶対無理でしょう。はははは。面白い。ミニゲームだ。ごめん、どれがデッドドッグ？俺が買ったデッドドッグはどれよ？一番下かな。これで10ゴールド。あー、でもこれなんか、何これ。一番上のやつか、これ。あー、毎回名前違う。これ実績でしょ、どうせ。実績解除するためのやつじゃない？あ、
俺がかけたやつが勝ちそう。あれ、俺がかけたやつ勝ちそうだぞ。あ、勝った。あ、やっぱりこれお金だ。30ドルになって帰ってきた。あー、すげえ、面白え。でも20ドル使って30ドルだからそんなに増えてないね。で、やっぱりあれお札だったっていうのが分かったから、まあよしとしましょうか。面白えな。これやっぱり出勤前に来ないと入れないとかあんのかな。ここはニューアイテムズエブリシングルデイ。なんだここ、盗品と転売。ここなら良品が揃っています。やばくね。盗品と転売ってやべえ店じゃん。なんもねえか。定期的に喋ってくんな。なんだこれ。ライブ用か、ライブ用かな。なんかアイテムあるけど、あー、ランダムで売ってるみたいな感じなんかな。あ、回路あんじゃん。あと家の中にあったなんかよくわかんないやつとか、いろいろ売ってんのか。こいつだけビジュアル違う。でもやっぱりどこ見てんのかよくわかんない。これ入れる？あ、入れたわ。あ、テープあんじゃん。ちょっと待って。中に入れたけど、入れるだけで別になんかあるわけじゃねえのか。ちょっとテープを聞く前に周囲探索させて。あ、なんか買える。ジャックオーランタン。少し古くなった。かぼちゃね。はいはいはい。カメラとかある。あ、でも飾りとかそういう系か。あれ？でもこれ、あれじゃない？普通のアイテムじゃない？これ普通の自販機か。あれ？でもちょっと待ってよ。なんか書いてある。ピックアップ。あ？なんか書いてあるけど、なんかどっかになんか書いてなかったっけ？ここだけ多分違うもの売ってんじゃねえかな。他とは違う。発信チップってなんだろう？お気に入りの発信機が壊れた時に重宝するはずです。てか他に何に使うっての？こんなん売ってたっけ？ジュークボックス。薄型テープ。やっぱり他では売ってないやつがありそうだね。ペイントスプレーとか。これなんかアイテムが必要ってなった時に、ここに来たらもしかしたら手に入るかもしんないね。あ、これいらないやつを捨てることができる。売れるってことなのかな？テープ聞いてみればわかるか。泥棒商店か。ニューエリジャンシティで唯一無線機やレアアイテム、変わった商品を買えるところだ。やっぱりそうなんだ。自分の所持品も売れるかもしれない。だが、小銭稼ぎなんて必要ないだろ。金が欲しいならシフトをもっと増やしてやるぞ。なんでボスが。まあ、とにかくなんか物を売って金にすることができるし、なんかレアのアイテムも手に入れることができる場所ってことみたいだね。で、やっぱりしゃべることはできないよと。なんか写真とかあるけど、これあのロボットじゃんね。まあいいや、これぐらいかな。 OK、 じゃあこれで一通り探索済んだ感じだね。多分全部回ったはず。え？でも探索が済んじゃ困るんだよな。他に行く場所なくなっちゃうけど。まあ、あとは普通に進めていけばいいっていうことなのかな。あ、ここもあるよね。でもここは単純にこっち開かないし、そもそも誰かいるしな。腕組んでるやつが。食べ物とかも置いてあるけど。これなんだろう、この黒い影は。まあ、まだ関係ないのかな。 OK、 ではこの睡眠薬使ってみる。なんか終わっちゃいそうで怖えな。一旦置いとこうか。一旦置いといて、じゃあおやすみなさい。
はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしましょうか。一通り探索が終わったんで、一旦じゃあ普通に業務をやって進めればいい感じなのかな？ちょっとわかりませんけども。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。